余韻がまだ収まらぬリング上でいよいよ選手権試合が行われます。プロレス時代の夜明け、新時代の夜明け、両国新国技館に揃い踏みを見せました鶴田と天竜。まあ、日本のプロレス界を背負って立つこの2人は国内では維新軍に狙われます。そして世界を見渡せば最強の外人軍団に狙われます。山田さん、こうしながら2人の歴史は作られていくんでしょうね。そうですね、はい。まあ、大変にねハードな毎日を送ってるわけですが、はい、まあ、逆に考えればそれはやりがいがあるということですね。そうですね。さあ60分の一本勝負のタイトルマッチ、相手はリーダーのスタンハンセン登場。鶴竜コンビは天竜です。さあ思い切って力で天竜を突き放すスタンハンセン、しかし渾身の力を込めまして思い切って右の肩から当たりました。天竜がっぷり四つに組みます。リングの中央4選手が全選手黒いトランクスを身につけました。さあ黒い軍団が激しくやり合います。リング上でありますインターナショナルタッグ選手権試合。さあスタンハンセンです。まずエルボーをかませて飛び込んでまいりました。親分格のスタンハンセン先に登場ですね。山田さん、そうですね、まあ、とにかくねそのハンセンロンバスト、この2人を見ても分かる通り、はい、向こうの挑戦者チームというのは圧倒的なパワーですね、このパワーをチャンピオンチームがどういうふうにさばいていくか、はい、まあ、パワーとパワーの喧嘩よりもですねやはりパワーに対してはある種のテクニックという方が有効ではないかと思いますよね。なるほど。シリーズの焦点になっておりますこのスタンハンセン、去年の暮れの世界最強タッグ決定リーグ戦の恨みをこの鶴竜コンビにぶつけることでありましょう。そしてこのインタータッグの挑戦というのは山田さん、今年の世界タッグへの布石かもしれませんね。そうですね、十分考えられることですね。さあ表情を引き締めてジャンボ鶴田登場。ハンセンと鶴田コール二分しています。山形県体育館、両選手がっちり向かい合いました。そして接近戦を挑みますチョップ合戦、鶴田がスタンハンセンに。